どこっていうの、やっぱ池ですよね。ああ、そうだね。こんな柄あんの見たことない。いねえかじゃん。水上橋各社のかな。凝るの？ああ、縮こまるから。いやでも池の感じとか最高なんだけどな。波々？うん。波々の身の猛毒者だね。何ができるんですか？え？何でも波を起こせちゃうからすごい。地面ももう覚醒したらすごいからな。全然歩けないから。空気中にも波を送っちゃうから。すごい、もう最強じゃない？めちゃくちゃ強いよ。花勝負。弱点。まあ、ガチのところ言うと、その波素粒子的な感じで言ったら、そういう割と高等的なところで結構ダメさが出てくるかも。あんまジャンプに向いてません。え、これ何？本校地震？二次事故ですよね。うん。僕好きな言葉だわ。どういう意味？え、古きを温めて新しきを知るでしょ。なんか古いこと学んで新しいこと学ぼうっていう、まあ、めちゃくちゃ欲張りな。いやめちゃめちゃもまともなこと言ってるじゃんって言おうと思わない。入試合格だった。あ、すごいね。やっぱ菅原道成だから学問なのかな。ああ、いやそういうことね。誠をもって領事を制すみたいな感じ書いてある。え、領事って何？領事なんかいいことじゃない？あれだ、精神繊維見て、和菓子ガチャとかあるよ。見たことなくない？ドヒエモンだって。何ドヒエモンって？ポンポン山って何？本当だ、ドヒエモンだ。ポンポン山ってあれじゃないかな、関西の山じゃないかな。なんかで、ね、中岡京にご当地スイーツなんかあるよね。タケノコモナカなんかあるんだって。知んなかった。タケノコ入ってんの？え？はあ、これはすごいね。ご当地タケノコの形しただけのさ、モナカかと思ったらさ、ガチでタケノコ入ってんの。ご当地スイーツ。うん、素晴らしい。この後どうします？終わり？今日結構やる気ゼロだね。1時間10分ぐらいできた。そうね。ああ、けど厳か。そうね。こっち何があるのか見ていい？でもここもすごいよ。うわ、なんか綺麗。こういうのなんかいいですね。うん。やる気ありかやる気。あれ破けないやつになってるじゃないですか、今風な。そういうこと？こしゃくなった。断りなく入らないようお願いします。え、てかなんか料理町みたいになってるね。すごいね、料亭みたいになるね。うわ、橋ある、すごい。そうなんだ、そうなんじゃん。食べれるんだね。なるほど。このこっち側でさ、運ばれてくんじゃない？さっきで作ったところで。え、やば。やばいですね。うん、すごいね。なんか町みたいじゃないですか。ね、昔はここで定食屋みたいな感じだったもん。これ終わりかな。じゃあ戻る。普通に車も入ってくるわ。
これ紅葉庭園って書いてあるからさ、紅葉になるとすごいんじゃない？あ、明らかに紅葉の跡が、うん、あるから。え、凍ってるんですけど。衝撃。本当っすよ。見て、何、ふわスラダ、霜柱。あ、霜柱。すごくない？本当に凍ってんの？乗ってみてよ。ね？乗ってみなよ。じゃんけんで負けた方がいい。いや、僕はさ、重いからさ。え？重いからさ。いや、これは羽生くんぐらいしかできないよ。いや、これやばいな。落ち葉が凍ってるね。すごいな。そう、乗っかってる乗っかってる。すごい。すごいね。マジック。うん。なんだこれ。氷の上に置く。移動できるんだったらすごい。うさぎ。なんかよくあるよね、こういうのね。何のためなのかよく分かってないけど。もうめっちゃ流れてる。本当だ、早っ。これあれかな、年始に向けてかな。あ、稲荷もあんじゃん。そこら中に牛いるね。牛がそこら中にいる。牛筆塚って初めて見るかも。これは山神社、松尾龍神。お稲荷さん。めちゃくちゃ綺麗に飾ってあるね。めちゃくちゃ綺麗に飾ってある。二人してちょっと違う、ビフォーアフターみたいな。だって同じ名前でしょ。あ、違うか、孫って書いてある。なんか準備してますね、お正月に。うん、そうだね。牛これでしょ。めちゃくちゃハゲちゃったね。みんな触るから。そうなんだ。